スリジエ。Yeah.
紹介していきます。安住ウタ、ウタラー、花部さみき、みきんぷー、姫野さや、さやー、吉井あずさん、あずさん、森崎しおり、しおり、青葉ももか、ももか、野崎ゆりか、ゆりか、山本あこ、あこ、赤峰さな、さなちゃん、久井きほ、きほ、かすみもか、もか、白崎もも、もも、田中れいな、れいな、彩川つむぎ、つむぎ、椿原ほのん、ほのん、はい、そして中丸葵です。葵、私たちシュージェです。よろしくお願いします。ここでメンバーからお知らせお願いします。はい、私たちスリジェは毎週火曜日、水曜日、金曜日、日曜日の4日間、秋葉原駅から徒歩5分以内にあるパセラリゾーツマルチエンターテインメント7階パームスにてデイキライブを行っています。さらに日曜日の15時からは無料ライブもやってますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、そんな私たちスリジェはここダイバーシティ東京プラザさんの中にあるゼップダイバーシティ東京にて11月23日ファーストワンマンライブが決定しています。イエーイ。はい、こちらの方のチケットが秋葉原パームスでの定期公演の物販にて買えるのと、あとはコンビニのローソンさんでもゲットすることができるので、皆さんぜひぜひゲットしてください。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速ですが、続いての曲に行きたいと思います。はい、それでは聴いてください。ドラマティックな恋じゃなくていい。時は超優しくて、ぐっと手をつないで歩いてくれる。胸いっぱい幸せ感じる。そんなデートが始まる。理想通りの彼氏とはちょっと違ってたけど、その優しい眼差しと。
しまいよ誓った半年前が今から思えば超恥ずかしい
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今からスリジェの撮影タイムに入りたいと思います。皆さんカメラと携帯を出してください。その間にみんなフォーメーションへ。はい。はい、今から撮ってくださるお写真は必ず SNS にスリージーへとつぶやいて写真アップお願いします。では4回いきます。右、真ん中、左、後ろの4回いくので回っていきますので少々お待ちくださいじゃあ先に右側の方からいきたいと思います。撮影タイム10秒です。よーい、スタート。はい、ありがとうございます。次真ん中行きたいと思います。よーい、スタート。はい、終了です。次左側行きたいと思います。よーい、スタート。次後ろ側行きたいと思います。前だからちょっと座りいただいてありがとうございます。ありがとうございます。では後ろ行きます。よーい、スタート。はい、終了です。ありがとうございます。前の方もお立ちいただいて大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。戻ってください。はい。では今撮ってくださったお写真は必ず SNS にスリージーへとつぶやいて写真アップお願いします。お願いします。はい、そして私たちこの後特典会をさせていただきます。皆様から見て右手側で私たちスリージーの CD の方を販売しておりますので、ぜひゲットして遊びに来てください。そしてメンバーとできる無料のハイタッチ会もありますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。それでは以上、私たちスリ